カンポラメイロは、スペイン、ガリシア州、ポンテベドラ県の自治体、コマルカでポンテベドラに属する。ガリシア統計局の2009年の人口調査では、自治体人口は2084人である。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は98.98% 98。カンポラメイロは、ポンテベドラ県の中部に位置し、コマルカでポンテベドラに属する。隣接する。 自治体は、北がクンティスト、ア・エストラーダ、東がセルデード、南がポンテベドラとコトバーで、西がモラーニャである。カンポラメイロはペトログリフが残されていることで知られている。この宣告側はおよそ紀元前3200年頃のものと考えられている。また、自治体内には多くの石碑が見つかっている。西時代や鉄器時代には、 カストロ文化の重要な拠点の一つであったと考えられている。自治体市長はガリシア国民党の不利をサジャンスブガージョ。自治体表議員はガリシア国民党9ガリシア民族主義ブロック1ガリシア社会党1となっている。カンポラメイロは6の教区に分けられる。ありがとうございます。